もしれませんけども、別にどっちでもいいんやったらもうパポッとやってください。まあどうしてもなんかどっちか座りたいっていうのあったらじゃんけんしてください。え、ボタン配置違う？あ、チョイさんすいません、さっき用意してもらったやつなんかボタン配置がちゃうようなんで、まだちょっとお願いします。はい、ワンピー側がミドル、マルコイオリで、ツーピー側、カズハユキアイ。さあ、お互いこの二人はもう7年近くバトコやってる者同士ですが、この一戦はどうなるか。さあ、初手がミドルマルコでカズハアイ。さあ、キャラパワー的にはマルコの方が上だが、さあ、アイで果たしてマルコをさばいていけるか。さあ、マルコがラッシュ仕掛けていくが、さあ、どうする。さあ、ここでアイがビットをつけて画面走り込む。さあ、おマルコがちょっとダブルアサル失敗して、ここで逆にユキアイがダブルアサルだわ。これでユキに交代。さあ、このゲームなかなかユキアイっていう主人公チームを使う方が少ないわけですが、カズハさんかれこれもう7年これから使ってあります。さあ、この機会どうぞ主人公チームはどんな感じか見てください。さあ、ていてまにミドルさんのイオリが攻めていってユキがダウン。さあ、ミドルが大幅優位となる展開で、ここで百太郎が出てくる。さあ、このじいさん、じいさんやったっけ、分からんけど、さあ、早速ビーム打ってきた。さあ、あのビーム発生がランダムなんでいつ出るか分かりません。しょうもない時出す時出すし、いいとこでいいとこ出す時出してますんで、まあ、そんなとこも結構見てて楽しいかと思います。さあ、ここでミドルよりがコンボを決めて、勝ったのはミドル、勝ったミドルさんです。そのまま死ね。あの残った数かかんでもいいです。一応まあそれなしで、一応2オン2とかやったら勝った人でまあカウントつけますけど。はい、続いて外さん、黒球さん、外さん、黒球さんお願いします。まあお好きな方で、まあどっちか滑りたいんでじゃんけんしてください。右足の上です。さあ、この対戦、黒球さん、ちょっと私、存じ上げないですが、NI 勢でしょうか。NI 勢の新車使いだそうです。で、対する外さん、こちらは、一応、バトコンの熱帯で、肩が咲いてるプレイヤーさんです。さあ、キャラは、黒球が、わしづかし仕様で、外さんが、マーピーと、逆？あ、間違えた、すいません、間違えました。外さんがわしづかし仕様で、黒球さんがマーピーとシェルビー。さあ、この対戦はマーズティーブ、ちょっと機動力が遅いんですけど、アサルトは決めやすかったり、牽制が結構強かったりとか、戦法を持ってくると結構強いキャラです。対するわしづか、飛び道具と対空技を持ってて、まあ、あと弾きもあるんで、割と守備強い方で、おお、ここで最終動画出す。あ、ここで最終動画決まる。これは絵的にかっこいい。さあ、ここでガーフを重ねて、わしづか一気に、さあ、押し込んでいく。さあ、ここで振動ぶっぱ当たらない。さあ、ここでは静かが一方的にペースを握っていくが、さあ、ここはどうなるか、振動が決まる。さあ、画面走り込んで、飛び道具重ねて、削って、さあ、黒球がちょっとしんどいが、これ振動が決まって、勝ったのは外。一応、リゲージ技で、はめるとガーフになります。
はい、続きまして、プロさん連戦で。あ、なんか、次、ミドルさんと黒球さんお願いします。あ、ゲームもいい感じですね。ありがとうございます。さあ、2P 側スローは黒キュー、1P 側がミドル。さあ、ここでミドルがマーピーとミズチで、黒キューが先ほどと同じかな、シルマーピーとシルミ。あ、はい、言うの忘れてました。この大会キャラ替え OK です。もう好きなキャラガンガン使ってください。さあ、マーピーですが、ミドルさん一応このキャラの全員値が全員です。さあ、初手はミドル、ミズチと黒球シェルミ。さあ、KOF 的に組み合わせがちょっと面白い対戦ですが、さあどうなるか。さあ、水内の飛び道具にどうさばいていけるかですが、多分初見とちょっとしんどいと思います。さあ、ミドルが一方的に攻めていくが、黒球さばけるか。アサルトは波動を5番から、一番5番連打からダブルアサルト決まりますんで、まあ、エキスアルト狙ってみてください。それが結構マーピーのポイントになるところなんで。さあ、ミドル、さあ、ミズチでずっと粘るが、このままいくか。さあ、ミドルもちょっと水地のコンボミスがちょっと多いか。ただ状況的に優位なのは変わらない。さあ、黒球もちょっとコマンドを知らないかどうか知らないが、ちょっと攻めにかける。さあ、ここでシェルミがダウンで、ここでやっとコンボが決まる。さあ、このままマーピー出さずに水地で一気に勝つか。さあ、黒球もマーピーがちょっと軽的にしんどいが、どうやってさばいていくか。で、ここで扇風機が当たって勝ったのは水地。多分お前何も分からんと思います。あのキャラは、あの球ですね。あの金、続いてカズハさんとソトさんお願いします。さて、次の対戦は、さあ、 1P 側スワルは外、 2P 側がカズハ、キャラは 2P のカズハが勇気合い、 1P の外側は静かと、ちょっと何か悩んでいるか。サイバーウーデ。さあ、わしづかサイバーグ、なかなか重量級なキャラと主人公チームの対戦。さあ、お互い多分この組み合わせ初めてやる方同士だと思いますんで、多分手の内わからんと思いますんで、さあ、ネタ殺し的なものが結構生きてくるかもしれません。
1P が外さんで 2P 風間さんです。さあ強化昇竜で繰り返していく。さあゲージ的には勇気有利だが、さあどうするか。さあ勇気の攻めが分からないか。さあここで勇気はダブらされたわ。さあカズハが一方的に押し込んでいくか。ここは、まあ、外はここでわずかに交代。ネオジョビームで対空。さあ打ち合いになると、さあ強化されると多分勇気のが有利っぽいと思いますが、さあ超カズハが生かしてカズハがどんどん押し込んでいくが、ここで外がコンボを決める。さあ振動が決めて外面端を追い込んで、ちょっとここの攻撃ちょっと失敗する。さあここでカズハ愛を出してビットをつけて、さあどう攻めるか。マシンガダウン。おーっとーっとっと、これはセバブしんどいか。さあカズハ圧倒的有利だが、ここでコマだけが入る。さあウーの火力やったらまだなんかできると思います。さあなんか出ましてくれそう。さあここで小足が小足からコンボ入って勇気ダウン。さあウーが何か夢見させてくれるか。対するカズハ体力差の有利を生かしてなんとか命いたいが、ここでなんとかいいが粘って勝ったのカズハ。勝ったのカズハさんです。カズハさん連戦で、みどりさん、クロキューさん。じゃあ次、カズハさん、クロキューさんお願いします。ゲームオーバー。さあ、今回は、バンピー側がカズハさんの勇気愛と、ツーピー側、クロキューさんのマーピーシェルミン。さあ勇気愛、多分ご覧いただいて思ったかもしれませんけど、多分勇気愛はやらんと多分何されてるかわからんと思いますんで、さあそれをどうさばいていくかがポイントですし、逆にカズハさんとしてはその勇気愛のネタをどうやって決めていくか。さあ初手はカズハさんの勇気とプロキューさんのマビエ。牽制能力からすると多分マンビの有利だと思いますが、さあどうなるか。さあ勇気が一方的に画面を追い込んでいくが、さあここでマンビがダブらされた。ちなみにマンビのコパン射間で4回ぐらい刻んでもアサルト入りますんで、割とかなり狙いやすい方なんで。さあここで高級がシェルミン切り替えが、ここでカズハ勇気が強化昇竜。さあ当てみ、さあライディングヒーローで空中ダッシュして突っ込んでくる。あ、よくよく考えるとこのゲーム空中ダッシュあるキャラ言うたらやっぱ勇気やなーって思います。まあ、一部空中で移動技持ってるキャラいますけど、空中ダッシュっぽい空中ダッシュ言うたらやっぱ勇気やと思います。さあ体力的にはカズハ大幅有利。クロキューのマーピーとシェルミー、この展開がどうなっていくか。さあここでアブラサートが入らない。さあここでマーピーダウンして大きい出現電ゼミは表。さあビットつける。さあこのビットつけたらどうやってさばけるか。シェルミーでしたらなんとか投げと打撃の角に持ち込めたら、ちょっと体力的に厳しいですけどある程度持っていけると思います。さあどうなるか。さあここでシェルミーからネオジョビームが決まる。なんか追撃ができないか。さあネオジョビーム対空して小足が入って勝ったのカズハ。
このゲーム主人公こんなんです。 I'm not a boy。 はい、お疲れ様です。はい、続きましてミドルさんとソトさんお願いします。さあ、これで、まあ、ソトさんが勝つとミドル、そうですね、ミドル、そうですね、この場合ソトさんが勝つと星が並んでるんで上位3人で、あの、ともえ戦ですね。はい、そういえばいつやったか、阿長の大会やった時なんかともえ戦3周ぐらいしたような記憶があるんですけど、その時確かマグネさんやってませんでした。ああ、という話はまあ置いときまして、1P 側がミドルさんのディオ教で、2P 側がソトさんのワシズカ師匠、そう、2P がソトさんで 1P がミドルさん、まあ、初手はミドルネオディオソトワシズカ。さあミドルのネオが息をしていく。さあ、わしづかの実体力がもう半分来てる。あ、ここで外が切り返せ。さあ、画面端追い込んで、外がどう持っていくか。さあ、これ、スパキャンできないか。さあ、ここでガーキャン交代して、今日は登場。さあ、ここで、外も師匠に交代して。さあ、ゲー力的には外有利ですね。さあ、ここでキングスレイトタイク。さあ、ここでキングスレイト強化ダウン。さあ、外が大幅優位だが、ミドルのネオディオ、ここはどうやっていくか。さあ先手を取ったミドルネオディオですが、さあ一匹の状態でどうやってここから盛り返していくか。さあ、キングスレイトが潰される。キングスレイト潰される。さあ、これワシズカに交代。さあ、ここで凍らして2ゲージのランブ。さあ、ネオネオがこっから粘るがどうなるか。さあ、外はなんとかゲー、おー、これシンローが入った。さあ、学園ワシズカは画面端折り込むが、さあ、あとワンコンで決まった。勝ったの外。はい、これで巴戦に入ります。我が行く手を阻む者は容赦せん。あ、一応赤のマジックその中入ってますんで、まあよかったら、あ、そっちはそっち、はい、じゃあ2周目いきます。ミドル、じゃあ最初どうしよっか。ミドルさん、カズハさん、あの、ともえ戦やりますんで、まずどうぞ。ともえ戦多いっすね。マイト、アチョの時もそうでしたし。まあいっぱい対戦できると思って頑張ってください。さあ、ともえ戦。1P 側スワルはミドルさん、2P 側はカズハさん。いやー、けどほんまにね、わしづかも最終動画だし怖いし、師匠もやっぱ怖いわ。俺も昔師匠でボコボコされたことあるから、ほんまそれはよくわかります。はい、1P 側がミドルさんのディオとヨリアだかな。で、2P 側がカズワさんのユーキアイ。さあ、初手はミドル、ネオ、ディオとカズワ、ユーキ。さあ、アタミが入る。さあ、またアタミが入る。勝利が入る。勇気がかなりいいとこ見せるが、ここでアテミが外れる。さあ、ミドルネオディオもそのディオの牽制能力を生かして先にアサルト決めたいが、お互い先にアサルト決めた、どっちか。さあ、赤ゲージ溜まってきたぞ。さあ、最初までここでネオディオが交代して、よりお互いガーキャン交代。さあ、アサルト決めて赤ゲージが減らせなかったが、さあ、今回どうやっていくか。
さあミドルイオリが攻め込んでいくが、ちょっとお互いまだ硬直状態か。さあお互いキャラの経験値はもうかなり何年もやってますんであると思いますけど、さあここで青キャンからコンボ決めてアイガダウン。さあ緑よりがラッシュをかけていくが、さあ勇気もなんとか吸収していく。さあ投げがスカってコンボが入って画面端を攻め、さあここでミドルがネオで交代して、カズがちょっと入るのにしんどいが、さあけどここはどうする。さあディオの投げが入って勝ったのはミドル、勝ったミドルさんです。カズハさんとソトさんお願いします。さあ先ほどの対戦ではこの組み合わせカズハさん勝ってますね。さあけどまあ外さんいろんなキャラ使えるみたいなんで、さあ次は何を出してくるか。ワンピー側座る外さんは星塚とペリーで、カズハさんは勇気愛。さあ、鷲塚テリーというと大阪に一人子さんの人でいてるんですけど、今日来てないですね。まあ、もしかしたらひょっこり現れるかもしれないですけど。さあ、初手は外テリーとカズハユウキ。さあ、カズハのユウキはなんせ強化技を生かしてガンガン攻めていきたいとこ。テリーも接近戦持ち込んで、まあ、ダンクブレーキングと生かした固めとかコンボでガンガン行きたいところですけど、さあどうなるか。さあここで先にアサルト決めるのは外。さあここで安全に鷲塚に交代して、さあどうなるか。さあ振動がガードされる。カズハユウキ体力減らされてがちょっとまだ粘る。さあここでアイに交代。さあピットがちょっと潰されてしまうが、さあ鷲塚画面端に追い込んだと思ったら宙に戻る。さあ最初の動画来た、かわされる。一応あの技確か起き上がりかぶせたらまあ安定なんですよ。冷めたら火力がもうちょい上がりますんで、まあそれはもう読み合いでやるとこやと思います。ただいま体力的には外がカズハ有利ですね。さあここで外が2回目アサルト決めるが、ちょっとわしが体力的にはどうか。さあテリーでここからちょっと粘りたいが、カズハ逆に相手の体力があんま回復しへんところをつけ込んでいきたいところ。さあここで体力いっぱいある愛に交代。さあここでも鷲塚コンボ決める。さあここの画面端でどうするか。さあ追い込んでコンボ決めていって、さあ動画で固めて切り返される。で振動が、さあここでテリーに交代。テリーもだいぶ体力回復しましたね。さあここからどうするか。で勇気がカズハが勇気に交代。さあ体力的に近い感じですが、さあどうなるか。お互いここでワンコンボ決めるかどうかがもう勝敗の決め手になります。ここで外が勇気を倒す。さあカズハ勇気がここカズハがちょっと厳しいか。鷲塚が空対空で制して勝ったのは外。いやあれですわ、はい、であの 1-2 決定戦しますんで、ミドルさんと外さんお願いします。
さあ、さあ、ともえ戦。まあ一応これで1、2決めますんで。まあ去年やと6人っていう変則やったんで、あんま1位になったからって優遇措置つけませんでしたけど、まあ8人でまあキリがいいんで、まあ一応今回は、まあなんか、ちょっとあんま考えてませんでしたけど、1位通過やったら1位通過で、まあ、もう一応もう、なんか優遇措置つけたいと思います。さあ、ここは、1P 側が、ミドル、マーピーよりやったかな。で、外の、わしづか、リーか。さあ、初手が、ミドルのマーピー。2P が、外のリー。さあ、リーパイロンですが、さあ、ミドルは、多分デブ君さんとようやってた時期があったんで、D のことは多分ようしてはると思います。さあ、ちょっと D はさっと決めないか。さあ、ここでは静香がコンボを決めて、画面端運搬。どうだ。さあ、ここはどう決めるか。さあ、ボロネジャーフター出して、そっからダブラサルタ。お互い体力的に回さると決めたミドルが若干よりか、外もわしづか体力減らされたがまだちょっと粘る。さあ、ここで浅香が当たってコンボ決められて、ここでローが潰される。さあ、イオリが一方的な展開持ってきそうだが、ここでダブらされた。さあ、赤ゲージ的に見てもだいぶミドルが有利ですね。さあ、展開としては外がだいぶ不利ですが、まあ、静かの火力と D の分からん腰ができれば他まだ盛り返せるかと思いますが、さあ、さあこのイオリが強い。さあ、ここで振動がヒット。画面端を追い込んで、さあどうする。まあ静かどうする。まあ攻める。そう、まあ静かがまだ粘るが、さあ大丈夫か。さあ、ここで振動が、おお、トラムライがなんとかリーに交代。さあ、コーリーがどこに粘るか。さあ、時間も押してきたが、さあ、どうなる。さあ、ミドルのマーピーが粘るか。このキャッチボールやつ、ここで子供飛ばしてきて、わしづかダウン。ほんで、子供産んで、子供が走ってきて、けどかわしたが、足が当たって勝ったのは、ミドル。マーピー強い。これで A リーグ1位通過ミドルさん、2位通過ソトさんです。はい、続きまして B リーグ、ともひこさん、デブくんさん、ダムリューさん、小次郎さん、エントリー、コールかけていきますんでスタンバイお願いします。で、まず1戦目、はい、ともひこさんとデブくんさん、はい、富山、富山、富山同キャラ、富山の